目撃された場所はこちらの番渓橋の近くで、クマはあちらの山の方へと向かっていったということです。今朝午前4時半ごろ、札幌市西区福井の番渓橋の近くで、走行中の車内から山の方へ歩いていくクマを目撃したと警察に通報がありました。そしてこちらは西区の別の場所で撮影されたクマの写真です。西の市民の森の散策路に札幌市が設置した監視カメラが昨日と一昨日それぞれクマの姿を捉えました。札幌市西区ではここ1週間クマの目撃が相次いでいて、道はヒグマ注意報を発表しています。昨日目撃された西のすみれ公園付近です。犬の散歩をしていた男性がクルミを食べているクマを目撃しました。市が午後に現地調査を行ったところ、担当者が体長 1.5 メートルほどのクマを目撃したということです。またおとといは宮の沢にある宮の丘幼稚園の敷地で、幼稚園の職員が体長 1.7 メートルほどのクマを目撃。その1時間ほど後には幼稚園からおよそ1キロメートル離れた宮の丘公園でもクマが目撃され、警察や猟友会などがパトロールを行いました。この公園はおとといから来月1日まで閉鎖となりました。相次ぐクマの目撃を受け、近くの小学校では今朝教職員らが通学路に立ち、児童の登校を見守りました。周辺の住民からは不安の声も。子供やったらすぐそのまま走って逃げる可能性があるからね、やっぱり誰かが付き添って、大人がいなかったらね、子供だけやったら、子供にはそういうちゃんと言うね、走って逃げるないうことは言うとかダメだと思いますね。いつ会うかわからないからね。札幌市は捕獲についても検討していますが、市民に対してヒグマに食べ物を与えないようゴミ出しのルールを守ることなどに加えて、クマが出没した場所に近づかないよう注意を呼びかけています。